い、どうも塩民でございます。今どこかというとですね、天狗長崎通り商店街の入り口に来ております。こっちですね。はい、今ねお昼時なので、中崎町商店街をね紹介しながらですね、どこか気になるお店があればね入っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、通り側から入ってきました。有名店ですね、たこ焼き1人前8と440円ですね。うまい屋さん、やっと寿司、ここもね僕ねよく来るんですけど、金土日ですね、お昼だけ営業してるみたいでございます。はい、本日休業と、今日ね水曜日やからね、休業してるお店もたくさんあるみたいな感じです。はい、酒屋さんですね、これ渋いな。はい、お好み焼き花、行ったことないですね。そんなにね長くない商店街なので回しながら行こうと思っております。スタンドショーさん、はい、この辺でね居酒屋があったと思うんですが、来てないかな。信州そばのお店があるんですね、ここ。古そうな喫茶店ですね。昭和チック。お豆腐屋さん。コインランドリーに宮田メンジさん。定休日月から木曜日、すごいな。ここかな、よく行ってたのは高知直さん。中崎町でカレーの感じが金ですね。とりあえず中崎町の駅まで着きました。
い。スパゲッティ食べてきましたが、いい感じでございました。昭和チックでね、僕好みのね、細麺、多分ね 1.4 やと思うんですけど、でですね、味もねしっかりしてていい感じでございました。はい、ということでね、まだまだね、中崎町面白い店があると思うんで、もしねご存知の方がいましたら、コメント欄でね書いていただければ、また調査しに行きたいと思っております。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。グッドボタンおよびチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。